はい、でよろしくお願いします。今回は社会の地理、日本の気候丸2をお送りします。で、前回ね、日本の気候丸1ってことで、あの温帯の中の気候3つね、地中海性気候とか、まあ、西岸海洋性気候とかをやりました。で、次はまた違うね、ちょっと話をやっていくんですが、今回は全部で6問だけです。穴埋め6問しかないので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、説明しながら穴埋めやっていくんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番から穴埋めの方やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ日本の話をしていくんだけど、まず、一年中、気温が高くて、しかも降水量が多い南西諸島や小笠原諸島っていうのは、ホニャララ帯とも呼ばれると書きました。で、これですね、イメージは沖縄をイメージしてください。沖縄です。だからここに那覇乗っけてあります、今回。那覇ね。で、沖縄って一年中気温があったかいです。高いんです、気温がね。で、しかも降水量、雨の量。まあね、降水量が多いと。で、この地域のことを温帯なんですよ。温帯なんだけど、特別な言い方があって、この亜に、熱って書いて亜熱帯と言います。亜熱帯、これ熱帯に近い温帯と言われてます。温帯は温帯なの、でもちょっと熱帯に気候が近いんで特別な言い方をします。いいかな。沖縄とか、まあ、その南西諸島とか小笠原諸島なんですけど、その沖縄がイメージしたそこが亜熱帯と呼ぶので覚えておいてください。で、一方ですね、北海道っていうのは、これちょっと後で詳しく説明します。北海道は降水量が少ないんです。まずいっぱい雪降ってるイメージあるでしょ。でも降水量が少ないので、冬の気温がとても低くなるため、これはイメージですけどね、冬がめちゃくちゃ寒いと。なのでホニャララ帯に分類されます。で、これは前やりました。2つ言い方があって、1個が冷帯です。で、もう1個の言い方が亜に寒いで亜寒帯です。両方覚えておいてください。北海道はそこに分類された温帯じゃないんです、北海道はね。で、ちなみに日本海側っていうのは冬にホニャララが多く降ります。で、これ何が降るかっていうと、日本海側は冬に雪がめっちゃ降ります。で、ここで一回説明しますね。そのためにちょっとここね、図を描くんで開けたんですけど、簡単な日本地図描きます。これね、超簡単に描きますけど、ちょっと少しずらしてね。北海道があって、許してね、四国があって、九州があって、まあ、こうね、沖縄があると。まあ、こうあるじゃないですか。で、日本海っていうのはこっちです、こっち。だから、まあ、ざっくり言うと、日本海側っていうのは日本海にくっついてるこっち側です。ここがめっちゃ冬に雪が降ります。で、今回、金沢乗っけてあります。金沢。で、金沢っていうのは、まあ、ざっくりとこの辺にあるんです。この辺。ざっくりでごめんね。日本海側です。だから、降水量めちゃくちゃ多いんだよ。すごい多いでしょ。那覇よりも多いからね。で、今回、釧路。これ北海道です。釧路乗っけたんですが、さっき言ったように、北海道っていうのは降水量少ないんだよ。降水量が少なく。見てわかるように少ないんです。これとかと比べるとね。でもさっき言ったように、よくね、ニュースとかでさ、めちゃくちゃ雪が降りましたと報道されてるじゃないですか。で、あれはですね、北海道の中でも見てわかるように日本海側はあります。だからよくニュースとかで出るのは札幌とかはこの辺なんで、こういう日本海側めっちゃ降るとこもあるの、北海道。でも今回の釧路とかはこっち側にあるんで、太平洋側なんだよ。だからそんなに降らない。それに、北海道で降る雪っていうのはパウダースノーって言われていて、水分が少ないんです。サラサラしてる雪が。だから計測しても、降水量が増えないっていうのもあるんだけど、だから地域によって差がある。だけど、この地理の勉強をしてるときは、北海道は降水量が少なくて、冬の気温がとても低い冷帯に入るっていうふうに覚えておいてください。ちょっとイメージと違うと思うんで、ね、ちょっと狂っちゃうかもしれないんですけど、そうなりますんで、よろしくお願いします。あとそのね、日本海側がめっちゃ降るのも覚えておいてね、雪がめっちゃ降ります。で、話がちょっと変わって、
地震とか、まあ、火山の噴火、洪水なんかは自然現象です。基本的にはね。ですけど、全部、ね、聞いてわかるように、生命とか、まあ、命でね、とか財産に影響を及ぼす可能性が大きくあります。ね、日本でも最近ありましたね。噴火にしても地震にしてもありましたけど、ね、命が、ね、亡くなっちゃう人も出てくるし、財産、家がね、崩れてしまうとか、そういうことも起きてしまう。で、そういう影響を及ぼすと、自然現象ではなくて、自然の災害になります。自然災害ね、になると。で、自然災害にもいろいろあって、これ以外にも。例えば、梅雨前線、これ梅雨ね、梅雨の前線です。が活発化、すごくこう力を持ってたりとか、あとは台風による、台風で集中豪雨、めっちゃ雨降る時あるでしょ、台風で。で、そういうので様々な被害をもたらします。で、あと、気圧の低い台風の時は、海面が上昇します。海のこの海面が上がるの、こうやって。で、ほにゃららによって浸水被害が起こりやすいと。で、これ何によってかっていうと、高いに潮ですね。高潮と言います。海面が上がってるんで、こう氾濫しやすいんですよね。で、そうやって溢れてしまうと、浸水、家の中に水が入ってしまったりとか、そういう被害が起こりやすくなります。で、最後に、東北地方、ね、東北の北東部です。ちょっとややこしいですね。東北の北東部。これは、東北地方の中でも北東部なんで、この辺です、イメージ。右上の方です。そこではホニャララっていう冷たい風が吹きます。で、それが吹くとですね、気温が下がるんです。すごい低温になる。で、低温になると作物が育ちにくくなるんだよ。で、作物が取れなくなるっていう例外っていうのが起きます。冷えた害ね。で、この風の名前がヤマセと言います。で、そういうね、冷たい風で被害が起こるっていうのも覚えておいてください。いいかな。では今回は社会の地理、日本の気候丸2をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回からまたちょっと話が変わって、次は人口です。いいね、人口について取り上げますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。